ユギョンホテル、ユギョンホテル、リュギョンホテル、リュウケイホテルは、朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮平壌直轄市普通航空域にて、建設途上にある大型商業宿泊施設である。北朝鮮が1988年のソウルオリンピックに対抗して開催したとされる、第13回世界青年学生祭典、1989年に間に合わせるべく、 1987年に寄稿された設計及び建設は白桃山建設研究員による北朝鮮の威信をかけた世界一のホテルとして当時韓国一の高さを誇ったソウルの63ビルや韓国のリーグループあとの STX グループが1986年にシンガポールに建てた当時高さ世界一の ホテルウェスティン・スタンフォード・シンガポールよりも高くすることを目指したとされる。ホテル名は、ピョンヤンの旧省であるユギョンから取られ、建設段階から国外へ向けての宣伝を行い、地図にも掲載されていた。しかしあまりにも巨大な施設のため世界、青年学生祭典には間に合わないことが明らかになり、急遽良好ホテルと西山ホテルが建てられた。 その後ホテルの完成そのものが危うくなるにつれ北朝鮮当局は不足している資金や建設技術を日本など西側の外資を誘致することで解決しようと画策、建設中にもかかわらず外国人ツアーの経路に湯業ホテルを入れたり投資会社を設立しカジノを設置して日本人観光客を誘致する案を打ち出したりしたしかし1992年に建設は 完全に中断され、15年以上にわたり備品は、愚か窓も外装すらないまま放置された。この中断の原因は、資金不足や、電源不足、広範な飢餓のためと推測される。長らく放置されたことで、単独の建築物としては、世界最大の廃墟であると言われ、アメリカのファッション雑誌、エスクワイアは2008年に、人類史上最悪の建物という題で、 ユギョンホテルを板北朝鮮式シンデレラ城と紹介した。また、CNN の選んだ世界で最も醜い建物の第一位に選出されている。国際メディアからは、滅びのホテル、幽霊ホテルファントムホテルと呼ばれている。2008年5月、16年ぶりに建設が同年4月より再開されたことが報じられ、窓ガラスの取り付け工事が始まった。 建設には北朝鮮で、携帯電話事業の展開を計画中のエジプト企業、オラスコムレコム社。当時の会長は、ナギーブ・サウィリスが関わっていたとされ、1億8000万ドルを投資したという情報もあった。2012年4月15日の近日清の生誕100周年までの完成を目指しているとされたが、この目標もついに達成されることはなかった。 2012年9月23日に北京の旅行会社のスタッフが建物内部へ入った。その際建設関係者から観光まであとに3年を要すると示唆された。その後しばらく建設に関する報道はなかったが2016年12月15日に韓国の連合ニュースが2017年中に開業する可能性を報じた。 2017年7月27日には AP 通信がホテルの正面に看板が取り付けられたと報じている。2018年からは夜間のライトアップも行われている。2018年8月には朝鮮中央放送の社屋で火災が発生した際に一時的に放送設備が当ホテルに移されたとの情報もある。もっとも現在でも監視員が常時監視しており、 平壌市内の観光コースからも外されている。2012年11月1日、欧州のホテルチェーン企業ケンピンスキーが営業を受け負うこととなり、2013年中頃に一部開業するとの見通しを明らかにした。その後、ケンピンスキーのレトービットバー会長が、韓国メディアに対し最上部に最大150客室規模をオープンすることを発表、同社。 ミハイル・ヘンスラー中国支部長も、ユギョンホテル国際基準を満たしている都市、5つの回転式レストランやスパ、宴会場、商業施設、地下には劇場や映画館を備える計画を発表するなど、当初ケンピンスキーは北朝鮮での事業展開に積極な姿勢を見せていたが、2013年3月に、ケンピンスキーの幹部は現時点では、平壌でのホテル産業には参入できない都市、 開業は事実上白紙となった。さらに4月9日には最終的に開発を断念すると発表した。平壌市普通航空域、平壌教員大学の近くにあり、平壌市主要部の伊豆湖からもよく見える特徴的な三角形のフォルムをしている。矢羽のような三角水上の外観は非常に特徴的で安定性を重視した設計がなされているとされる。 延べ建築面積は、約36万メートル、朝鮮労働党中央委員会総書記、金正日の教示があった日である10月5日に、ちなんだとされる105階建て、114階、117階説も、あるで、客室数3000室、6000室説もある、以上を有し、最上階には3つの回転展望レストランを、用意する予定であった。エンジニアリングニュースレコード。 1990年11月15日によるとホテルの工事費は7億5、0ドルと推測された。ちなみに北朝鮮の国内総生産は90年代末でも126億ドル。1998年韓国銀行推定値であったことを考慮すればこのホテル建設プロジェクトが北朝鮮経済に及ぼした負担の大きさが伺える。ユヨンホテルを観光するには 専門家の見積もりによると、さらに5億から10億ドルがかかるという。建物の形状は安定性の高い三角形だが、ホテルがある普通港地域は大道港の支流である。普通港に取り巻かれた地帯でその中でもホテルの建物は、水田が多数存在した川岸の地盤の悪い土地、建っており、この劣悪な地盤と設計ミスにより、建物の傾きが判明している。 さらに保護措置が取られないまま、長期間建物が放置された結果、コンクリートのクラックに入り込んだ水分がの寒さで、凍結膨張を繰り返し一層強度が低下した、灯され建設継続は不可能と見る専門家もいる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。